リオンメイン動画というメイン動画、今日の動画は私の手とか、あと口紅の動画が最初か、この動画が最初かわからないんですけど、手とかにこうね、こういうやつが多分前の動画のご視聴者さんも知ってると思うんですけど、その病院で今日は薬をも病院に行ったので、その薬とこんな病気だよっていうのをご紹介したいと思います。薬、これが普通に塗り薬ですね。塗り薬で、私芸能人の方でもね、こう発表された方はいると思うんですけど、私は痒くなる方なので、手と、こういうふうにね、あんまりね、ちょっと気持ち悪いって思うかもしれないんですけど、私は顔とか首にはないんですけど、手とか、あと腕とか、映らない足とか、あと、お尻の辺、あんまりね、当たらない方になってます。なので、仕事中とか暑くないのとか言われるんですけど、お客様と接する仕事なので、今回の仕事は。なので私は、薄い UV パーカーとか、こういうね、七分の長袖を着てます。で、これが塗り薬ですんごいベタベタするので、最初はこのね、手に取って塗ってたんですけど、すんごいベタベタする薬なので、この薬は手袋とここら辺に塗るときは綿棒を使って塗ってます。塗り薬と、かゆみ止めですね。で、こういう薬なんですけど、かゆみ止めで、夜1回しか飲まなくていい薬なので、よく私は忘れるんですけど、この薬。で、感染とは何かっていう、私もね、今い、んと、慢性皮膚病なんですよ、この病気って。人によって発症するところが異なるんですけど、私は顔になったり、腕とか、あとなったりするところが多いんですけど、皮膚から少し盛り上がった部分に、ポロポロをね、取れるんですけど、で、男の人が多いみたいなんですけど、この病気は別に人にうつすっていうことはないんですけど、自分の中でこう場所が広がっていく病気なので、人にうつるっていうことは今のところなんですけど、未知の病気なので、薬とかもそんなにないらしいんです。今開発されてる段階、研究されてるのでないです。原因とか治りますかっていうあれなんですけど、感染の原因についてはいろいろな研究とかをされてはいるんですが、まだ解明などはされてませんが、この病気になりやすい体質があり、それに感染症や精神的なストレス、あと薬もありますけど、私みたいにね、肉肉しい方の方がなりやすいかもしれないです。で、ここにも携帯にもね、私も他の方みたいにね、画面のここら辺とかに載せられるといいんですけど、別にプールとか温泉に行って、
わって思われることも結構多いんですけど、うつることは全くありません。で、遺伝する場合もありますが、そんなに心配することはないそうです。感染になりやすい体質は遺伝とすることも言われていますが、なりやすい体質だからといって、別に感染になるっていうことはないみたいです。感染の親を持つ子供がなるのは5%なので、まあね、あと運動とか、あと腕とかは日光に浴びてくださいって先生に、日光に当たるのが一番ね、感染にはいいって言われるんですけど、日焼けとかを考えるとね、やっぱりね、当たるのは嫌だとは思うんですけど、ね、なかなかね、日光に基本的に当たりたくないので、まあね。まあね、油物とかね、そういうのを本当に冬場とかはかゆい、まあ、私は一年中かゆいんですけど、かゆいです。まあね、高カロリーなね、ケンタとか、まあケンタとかそういうね、まあ、ないんだでしょうけど、そういうね、そういうのになる可能性があるので、まあ、気になった方は乾く、なんて、まあね、感染って調べてもらえれば、いや、なんかね、私説明下手なので、伝わってるかわからないんですけど、気になった方は、リンクを貼っておくので、まあ、気になった方は、ね、見てください。こんな感じでね、あんまり参考にならないんです。伝わらないとは思いますが、こんな感じでね、まあまあちょっと気持ち悪いって思うかもしれないですけど、人にはうつったりはしないので、まあ私も頑張って薬を飲んだり、手袋して薬を塗っていくので、ね、そんな感じでやっていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。